皆さんこんにちは。ここはゆりかもめ新橋駅です。時刻は18時9分。もうこの季節ですと外も真っ暗になってきました。こちらは起点駅となっておりまして、ここからいざ乗車していくわけです。ゆりかもめで行くお台場散策の旅ということなんですけども、ここからですね、新橋から豊洲まではちょっと残念ながら乗れないんですね。ですが台場まで行こうと思います。ゆりかもめの見どころっていうのはいろいろとあると思うんですが、途中の台場までで十分見どころはあると思いますので、早速乗っていきましょう。今日は平日の夕方夜でございますので人は少ないですね。新橋方面は多少人がいるんですが、起点駅ですとこのように空いております。下にはこんなところも。18時11分、反対方面の電車がやってきました。あちらはこの当駅新橋駅までやってくる電車です。本日はゆりかもめにご乗車いただきありがとうございます。この電車は豊洲行きです。この電車は豊洲行きですというふうに放送がありました。ここから豊洲まで基本的に折り返し運転、単一運転を行っています。ですが今回は新橋から途中レインボーブリッジを渡りまして、台場駅すぐに降りようと思います。そして扉が閉まりまして出発です。まず新橋を出ますと、最初にこちら進行方向左側の線路に移るためにポイントを移動することになります。お待たせいたしました。この電車は豊洲行きです。次は汐留です。大江戸線はお乗り換えです。ということで始まりました汐留です。次はまず最初にポイントを通過しまして右カーブがあります。そしてすぐに下に大きな道路を渡ったところで汐留駅に到着します。この辺りは東新橋という場所になるそうですね。ゆりかもめの実際の正式名称は東京臨海新交通臨海線というふうに読むんですが、現在では会社名もゆりかもめ株式会社というふうになっておりまして、路線愛称というのもゆりかもめ、名前もゆりかもめというふうに案内されております。最初に汐留駅に到着です。こちらは都営大江戸線がお乗り換え、ここから次の目的地である台場駅までは途中の乗り換えることが可能な駅というのがありません。最初に出発しました新橋駅では JR 東海道線、山手線、京浜東北線、横須賀線、そして東京メトロ銀座線、都営浅草線が乗り換えることができます。ですから新橋が一番人多いんですね。こちら側には無人運転を行っているがゆえ非常停止ボタンなどが設置されておりました。速度計を見てみるとね、基本的にやっぱりゴムタイヤというもので走るので速度が速くいけるということになっております。加速度が速いんですね。出発しまして進行方向右側のあたりに見える線路群です。
こちらが山手線であったり京浜東北線であったりが走っている場所です。東海道線なんかも走っていますね。また新幹線の線路もありますので見ることができるのではないでしょうか。そして奥には東京タワーがちらっと見えましたね。さて次の到着駅は竹芝駅です。東京駅から竹芝方面へ無料のシャトルバスなんかも出ていますが、ゆりかもめで新橋から行くこともできます。混雑時には携帯電話の電源を切りください。またそれ以外のご迷惑。大きく左にカーブしまして、先ほど見えた JR 線、新幹線などからは離れます。ここからお台場方面へと向かうことになります。ということでビルとビルの間を縫うように走りまして、実際にはこれ軌道法という名前でしたか何でしたか忘れましたが、軌道というふうに名前が位置づけられておりまして、普通の鉄道とは多少違うところがあるようです。そしてこのように走っていきまして、進行方向左側奥にはですね、若干見にくいですが客船ターミナルがあります。モヤイ像なんかでも有名な竹芝客船ターミナルがあります。この竹芝客船ターミナルへ入港する船はすべてレインボーブリッジの下を通るため、少し小さめの客船のみが入ることができます。またその客船の中にはアスカ2などもレインボーブリッジの下を渡ることができます。左側のドアが開きます。ご注意ください。そして到着したのは竹芝駅です。すべての駅にこのようにホームドア、フルスクリーンのホームドアがついておりまして、こちらはゆりかもめで一番新しい7500系というものには使われております。昔は7000系、7200系が活躍していましたが、現在では7300系、7500系、今乗っているのが7500系です。7300系との違いはですね、2018年から製造されたため多少いろいろなところが新しくなっているんですね。例えば LCD と呼ばれる液晶ディスプレイ、行き先などを示すディスプレイが2つついているようになったりというふうに、少し快適性が増しているわけです。左奥にはこのようにレインボーブリッジを眺めることもできます。これがゆりかもめの最大の特徴といってもいいでしょう。やっぱり綺麗ですね、こちらのレインボーブリッジ。レインボーブリッジは1993年に開業した東京港連絡橋というものなんですけども、大型船東京第一航路、先ほどの客船ターミナルに来る船の通過の妨げにならないよう、桁下50メートル、海面から高さが50メートル以内、そして主塔の間というのがありまして、塔と塔の間を570メートル以上にする必要がありまして、羽田空港からやってくる飛行機などの制限により、海面から150メートル以下に橋を建設してくださいねというふうになっておりました。ということで、ね、大変難しい場所でもあったんですね、橋を建設するには。このように台場に入ってからはくねくねと走ることになります。さて今発車していくのが日の出駅です。7500系の特徴として、このようにカメラを少し近づけると非常に夜でも車内の映り込みが少なくなるという点です。次は芝浦ふ頭です。 The next station is 芝浦ふ頭。次は芝浦ふ頭という駅に停まります。次の芝浦ふ頭駅を越えますと、ループ線というものが入りまして、レインボーブリッジを渡ることになりますので、そろそろレインボーブリッジも横目に見る、そういう風になってきます。また、芝浦ふ頭駅からレインボーブリッジの橋の入り口までは少々高さがあるため、そこまで登るためにループ線という風に大回りをして登っていくという風になっております。実際に見ていただければ、上の方に走っている道路と前に見えます芝浦ふ頭駅との高さの差があることがお気づきになると思います。まもなく芝浦ふ頭、芝浦ふ頭です。右側のドアが開きます。ご注意ください。さて芝浦ふ頭駅に到着です。最初にこのゆりかもめが開業したのは新橋から有明、お台場の有明というところまでが最初に1995年11月1日に開業しました。そして2006年3月27日には有明から豊洲というところまでですね、現在の新橋豊洲間というのが開業しまして、延伸されたということなんですね。現在では計16駅、距離にして 14.7km あります。最高時速は約 60km/h、 新交通システムとして一般的な3層交流 600V 50Hz が使われております。西日本ですと 60Hz ですね。次はお台場海浜公園です。 The next station is
お台場海浜公園。レインボーブリッジを渡ることになります。次のお台場海浜公園駅まではゆりかもめの中で駅間距離が一番長いところとなります。この橋を渡るのにすごい時間がかかるわけですね。奥の方がお台場、そして今橋の下を渡りました。こちらがレインボーブリッジです。白いライトアップがされていますね。これが虹色になる言葉もありまして、それをレインボーブリッジと呼ぶそうなんですけども、正式名称は東京港連絡橋。あんまり知ってる人も少ないのではないかなと思っております。また新交通システムですので、こちら列車はすべて自動運転 ATO オートマティックトレインオペレーションというふうに自動運転がなされております。また時々運転士による、運転というのも行われまして、深夜帯であったり、また始発列車とかも行われるのかな、 ATC と呼ばれるものもついておりまして、それで運転士は運転することもあるそうです。日中は平日5分間隔、休日は4分間隔で運転しております。やっぱり東京のこのお台場に来るのは観光客がほとんどという部分もありまして、もちろん通学にも使われるわけですが、休日は4分間隔と休日の方が本数が多いダイヤになっております。さてそろそろ高さも増してきまして、レインボーブリッジを渡ることになります。先ほどのループ線を渡ってこのレインボーブリッジに今突入しました。レインボーブリッジは上上段と下段の2段構造になっておりまして、上段に首都高速11号台場線、そして下側に一般道が走っております。これは瀬戸大橋と同じ鉄道道路併用橋とも呼ばれまして、こちらは歩くことのできる歩道も設置されております。1993年に開業したこの東京港連絡橋なんですけども、大型線の通過のためにですね、高さが50メートルありまして、首都の高さは126メートル、明石海峡橋なんかと比べると全然違う、そういうことになりますが、非常に美しい橋、東京でも絶景スポットとしてお台場のあたりが挙げられます。奥の方にはですね、お台場の景色が広がっております。天王座イルなんかもあるんでしょうね。では前の方も見ていきましょう。少し左にカーブしてから、まもなくお台場に上陸ということになります。お台場には主に観光、またコンテナなどの埠頭があったりとかっていうのがありまして、大きなコンテナターミナルみたいなのもあります。またそれ以外にも海のいろいろな景色を見ることができまして、有名どころとしては実物大ユニコーンガンダム立像というものがありまして、白いガンダムのものが置いてあったりということがあります。マダムタッソー東京のあるデックス東京ビーチへはこちらが便利です。なおヒルトン東京お台場、グランド日光東京台場、フジテレビアクアシティお台場、ダイバーシティ東京プラザへは一つ先の台場駅をご利用ください。ちゃんと丁寧に案内されてるんですね。お台場海浜公園駅とその次に、台場駅というのがあるんですが、それぞれ近くにある商業施設などが変わってきます。まず最初に停車するのがお台場海浜公園駅です。まもなくお台場海浜公園、お台場海浜公園です。右側のドアが開きます。ご注意ください。ホテルなどは次のお台場で降りてくださいねというふうに案内されております。このお台場海浜公園駅の次の台場駅までが東京都港区になります。そこから先は江東区という場所に入りまして、豊洲までつながっているわけです。実際にはこのような場所にいます。海高速鉄道臨海線との間違いもあるため、東京臨海新交通臨海線ゆりかもめは名前を変えてゆりかもめというふうに名前を変えたんですけども、東京臨海高速鉄道臨海線もそちらをこのお台場を通っているということで、東京臨海高速鉄道臨海線で新木場まで行くことができるんですね。東京臨海高速鉄道臨海線で、都市部の大崎の方からこのお台場に来ることもできます。ですが東京臨海高速鉄道臨海線よりもこのゆりかもめに乗るのもまた面白いポイントかなと思います。ちょっと東京臨海高速鉄道が多すぎましたね。次は、今回の目的であるお台場駅、台場駅というふうになります。進行方向右側にはいろいろな商業施設、食べるところなんかいっぱいあるそうなんですが、こちらで降りていきたいと思います。東京都港区最後の駅、台場駅です。ポートライナーが日本初の案内騎乗システムというふうに呼ばれていますが、こちら AGT 自動案内騎乗式旅客輸送システムというふうに呼ばれておりまして、日本の先駆けとなったのがポートライナーです。他にも遊園地などで実証実験といいますか、同じシステムを採用した場所がいくつかあります。
こちら7500と書かれておりますが、7500系であることを示します。さて、台場駅で降りていきましょう。見てみるとこちら7551、7500系の中で一番初めに作られたトップナンバーの車両ということでした。やっぱり台場駅が新橋の次に乗降客数が多いんじゃないかなというふうに感じましたね。1番線豊洲行き、ドアが閉まります。本当にポートライナーみたいな感じです。関西人からすると揺り替えもあんまりポートライナーとは変わらないという感じなんですが、外開きというのもまた面白いポイントですね。ここからあの列車は豊洲へ向けて走る、そういうことになります。さて、台場駅に降り立ちました。少しゆりかもめの駅もちょっとずつ見ていこうかなと思います。基本的にこのようにフルスクリーンホームドアとなっておりまして、島式ホームであったり対向式ホームであったり駅によって違いますが、基本的に僕が例えるとすればポートライナー、またはあれですね、日暮里・舎人ライナーと同じような感じです。現在18時31分。こうやって時刻表を見ていくと、おお、いっぱい走ってるなということで、平日なんですけど、平日は約5分間隔で走っております。休日になると4分間隔で走るそうですよ。まもなく2番線に新橋行きが参ります。 The train bound for 新橋 will arrive shortly at platform 2ということで、新橋行きの電車がやってきました。向こうは新橋から乗車しまして、この台場駅までやってきましたが、あちらの電車は新橋まで向かう電車ということです。このように見ていただいたら、というか聞いていただいたら分かるんですけども、このゆりかもめでは新橋方面に行く電車が男性の声、そして豊洲方面へ行く電車が女性の声となっております。大体いろいろな鉄道でもそのように振り分けは行われているんですが、このゆりかもめでも同様分かりやすくなっております。こちら42と書かれておりますね。こちらは7300系に当たります。基本的に7300系は2014年から、7500系は2018年から運用が始まっております。7300系は31番から48番まで、7500系は51から58番までの編成が走っております。1番線豊洲行き、ドアが閉まります。多分ですね、この女性の声は合成音声かなとは僕思ってるんですけども、ちょっと詳しいところはごめんなさい、わかんないです。ですが車内放送につきましては東京メトロと同じ方が担当していると思います。やっぱりゴムタイヤで走りますから加速力が半端ないですよね。さて、地図を見ていくとこのように場所的には台場、お台場に入りまして、こちらレインボーブリッジを過ぎまして、お台場駅、台場駅というふうになっております。まだこんだけしか来てないんですけど、こっから先は本当にお台場の中を走っていくわけですので、レインボーブリッジ見れたらいいかなということで、台場駅だけで終わらせようと、そういう魂胆でやってきました。さて、反対方面にやってきましたが、こっちの方を見ると、あ、見えている方向、右奥側に見えるこの建物がですね、独創的な建物、こちらがフジテレビでしょうかね。いろいろと鉄道オタクの皆さんはフジテレビが嫌いだという人が多いそうですが、僕は何とも思ってません。そんなフジテレビもここにお台場にあります。みんな同じ顔をしているので分かりにくいですが、31番から48番って書かれているのが2014年にデビューしました7300系、51番から58番が7500系ということになっています。僕もそんなに見分けはつかないです。今左側から発車していったのが7300系ですね。で、こちら側も7300系、今回7500系にたまたま乗れたんですが、撮影をしてから7500系というのがあるのに気づきまして、あ、よかった、ラッキーという感じですね。だいぶ多すぎると東京国際クルーズターミナルという駅に泊まるそうです。すごい名前が長いな。横浜の方に行く客船とかもあるんですが、なんで横浜港に入るかって言ったら、横浜港も
貿易港として栄えていたということもありますが、レインボーブリッジをくぐれない船がですね、横浜の方に行って乗客を乗せると、そういうふうになっているわけです。ですが日本最大の船であるアスカ2はレインボーブリッジをくぐれるそうですよ。またそのくぐれない船のために東京国際クルーズターミナル駅というのができたんじゃないかなとも思っております。さて台場駅を降りて外に出てみましょう。ちょっと改札に引っかかりかけましたが、観光客が少し多いといった感じですね。さて台場駅、こちらが台場駅です。改札口は一つだけでした。こちら見てみると、おお、変わったな。やってきたのは新橋方面からずっと今いるのがお台場の方、こちらですね。こちら台場駅までやってきたというわけです。レインボーブリッジを渡ってきました。やっぱり関東の駅はどこでもモバイルバッテリーの充電所というんですか、レンタルするところがあっていいなと思いますが、関西でもね、最近都市部では多く普及してきまして、地方でもちょっとずつ設備が始まっているという感じです。そしてちょうど列車がやってきたのは、7300系と7500系の違いに気づけない僕なんですけども、早く違いを知りたいところです。さてここからが見どころのポイントです。台場駅を出て改札口左側ずっと歩いていきますと、ゆりかもめを見たいのも分かりますが、ずっと広い広い道路になってるんですね。さてこっち来ましたよ。もうつぶやいちゃってるんですけど、奥にはレインボーブリッジを眺めることができます。そしてレインボーブリッジのこの間の奥の方にはですね、もちろん東京タワーのライトアップされたものも見ることができます。東京スカイツリーはですね、ちょっと土地勘がなくてあまりどこにあるかちょっと分かんないんですけども、おそらく見ている方向よりずっと右側、東側っていうんですかね、にあるかなと思っております。ということで奥に見えるあの建物がフジテレビなんですね。フジテレビについて僕いろいろと思うことがあるんですけど、特に嫌いとかっていう感情はないんですね。もちろんメディアとして発信すべき情報は発信すべきですし、偏見報道なんていうのもありますが、それはまあメディアとしてやってはいけないこととはいえど、やってしまってももうなんか仕方がないのかなというふうに思ってしまっているところもあります。争いがない方が僕は一番いいんですけどね。僕の方を見てみると、あれ船なのかな、ちょっと見えますね、船みたいなのが。そしてたくさんのビル群がありまして、みんなライトが灯っています。仕事をしている方なのでしょうか、家でゆっくりしている方なのでしょうか、商業施設に遊びに来ている方の明かりなのでしょうか、いろいろな様々な明かりが見えます。レインボーブリッジは鮮やかにライトアップされまして、今走ってきたのはこの一番上に走っている車たちは首都高なんですけども、この首都高の一個下に歩道と一般道と、そしてゆりかもめの線路が走っているということで、景色的には多分ですね、バスとかでこの上のあたりを走るのがいいんじゃないかなと思います。ということで今回はこのようにですね、レインボーブリッジ、東京都港区から東京都江東区豊洲駅を結びます東京臨海新交通臨海線、東京臨海高速鉄道臨海線と間違えることがあるんですが、東京臨海高速鉄道臨海線は大崎からですね、乗り入れることができまして、東京臨海高速鉄道臨海線はですね、渋谷とかあの辺りからもですね、直通して走ってるんですね、臨海線方面に。なので東京臨海高速鉄道臨海線を使うとですね、このお台場方面にやってくるお客さんは東京都心からすぐに直結で来れるということで、あまりゆりかもめに乗ってくる人というのは少ないイメージというふうに僕は思っています。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。またですね、次の動画でお会いしましょう。今回はゆりかもめ東京臨海新交通臨海線のお話でした。ありがとうございました。ではさようなら。レインボーブリッジは綺麗です。一緒に来る友達はいません。ありがとうございました。